買いがしたファイクシナ夫婦デュオリズミカルガスでございます。リズミカルガス新曲目音ぜんざい完成記念1週間連続投稿ライブ、本日2日目、はい、行ってみたいと思います。今日はですね、大ヒット曲ケロポンズのエビカーニクスをリズミカルガスと謎の覆面キッズダンサーズ柑橘系と一緒に元気いっぱい踊っていきたいと思いますので、虹色動画ご覧の子供たち、ちびっ子たちはね、もちろんなんですが、パパ、ママ、そしておじいちゃん、おばあちゃんもね、ぜひとも一緒に盛り上がってくれると嬉しいなと思っております。おじいちゃん、おばあちゃんね、特にそのなんじゃわしらそんな曲しらしら、もうダンスなんか踊れへん踊れへんみたいなね、声聞こえてきますけども、これ大丈夫、ものすごく簡単で楽しいダンスなんで。それでこれね、初めて見る動きとかダンスを見て瞬時に真似をすると運動神経が向上します。で、運動神経が向上したら転倒予防になります。運動神経が向上したら認知症予防になりますね。ほんでおじいちゃんがおばあちゃんが陽気に踊ってたらお孫さんが喜ぶ、お孫さんが喜んだら未来は明るい、明るい未来のためにみんな一緒に踊りましょう。行きましょう。いいですか。はい、皆さんその場で、ね、立ってください。さあ、それでは皆さんもね、よろしくお願いします。みんなでエビカニキス踊っちゃいましょう。行ってみよう。ワンツー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 。オッケー、エビカニレッツゴー。エビバディエビカニキスだ、エビカニキスだ、エビカニキスだ、踊っちゃう。エビバディエビカニキスだ、エビカニキスだ、エビカニキスで踊っちゃおう。エビもカニも価格に、見た目はとってもグロテスク、日本人なら大好きさ、ほら向きまくれくれ踊ろう。はい、そんなわけでリズミカルガスでした。また明日お会いしましょう。せーのだー。